ター研究会の第22回目です、今日はキー G の3コードというのをやってみたいと思います、これまで波長調の音階ミファソラシの五長調の音階6弦のソから始まりますね。ソラシドレミファのシャープソ、ソラシドレミファのシャープソですね。この音階を作っている、このコードを作っているキー G の3コードというのをやってみたいと思います。まず、例えば波長調の、一番大事なコードっていうのは、波長調はキー C ですから C のコードっていうふうな覚え方をすればいいんですね。ですからキー G の一番大事なコードっていうのは G のコードになります。G は以前やりましたね。 G のコード、そして次、C のコードになります。この2つの指を隣に1弦ずつずらす、そして2弦の1フレット1の指 C のコードですね。G、C、もう一つは以前は D のコードっていうのを覚えたんですが、今回は D7 です。普通は D7 って言いますね。D7。この真ん中の音を半音2つ下げます。押さえ方はこうなります。D は3弦が人差し指、2弦の3フレット薬指で、1弦の2フレットが中指でしたが、D7 っていうのはこうなります。3弦の2フレットが中指、2弦の1フレット人差し指、そして1弦の2フレットに薬指です。 D7 よろしいですか。 G とそれから C と D7 です。この C から D7 という時は1の指を離す必要ないですからね。押さえたままこの指が動けばいいんです。薬指と中指がこう動いてくればいいわけです。もう一度3コード G、C、D7 です。ではこの3コードを使ってもう一度アメージングレースをやってみます。ラララある時に一つ注意があるんですが、この6弦の音はミの音で、実は D のレ、ファのシャープ、ラっていう構成音にはない音なんですね。ですからそれが低音にあると特に、気持ちが悪い音になりますので、一つはこの親指で6弦に軽く触ってミュートをする。押さえるとこういう音がしますから、まずは軽く触ってミュートをする。それからその押さえる、これでも大丈夫です。この F シャープっていうのはここですね、 D の構成音になりますから押さえてしまっても大丈夫です。 D7 で、それをちょっと注意しながら、もしここに親指をかけられないんであれば6弦は弾かないっていうことです。5弦から1弦までは弾いても大丈夫です。まあ主音が4弦にありますので、4弦から1弦に向かって弾くのが一番綺麗になると思います。じゃあもう一度 G でアメイジングレースをやってみます。ラララララ。Thank you.
ギター研究会いかがだったでしょうか。今回はキー G の3コードです。しっかり覚えるようにしましょう。